こんにちは、ベニミヤマです。いつもご視聴ありがとうございます。安くて美味しい鶏皮料理、今回は鶏皮チャーシューラーメン作っていきたいと思います。皆さん料理楽しんでってくださいね。チャンネル登録も忘れずお願いします。コメントもお待ちしております。いつも美味しさお手伝いします。ベニミヤマです。三つ葉は葉の部分と軸の部分、これを分けていきます。ちょっとこう見て茶色くなってるところがないか見てみます。三つ葉は水耕栽培なんで、あんまり泥がついてるとかそういうのはないんですから、ちょっと茶色になってて悪くなってるとこ以外はないと思います。軸の部分と葉っぱの部分、これで分けていきます。これだとちょっと食べづらいんで、もう一つぐらい切ります。これは別なところに、出来上がったラーメンの上に持っていきます。それからこちらの方、こちらの方も葉っぱの方は小さくなっちゃいますから、このぐらいでいいと思います。これも別にしておきます。生の鶏皮、霜降りしていきます。熱湯です。熱湯をかけましたら、このまま10秒ほど置きます。この時よくかき回してもらうと中までいきますので、すごくいいです。重なってることところがあると、その部分だけうまく霜降りできないことがあるんで、なんか重なったりくちゃってしてるところは開いてもらうと綺麗に霜降りができます。でこのまま置いておきます。だいたいこれで10秒くらい置きます。そうすると白いのがいっぱい浮いてきて、こんな感じで白いのがいっぱい浮いてますよね。そしたらこれをザルで受けて水でよく冷やします。水でよく冷やしましたら、時間がない時にもこんな感じでよく水で冷やします。そしてその後よくこんな感じでキッチンペーパーで拭いていきます。このまま出番まで冷蔵庫で冷やしておきます。これで 400g 全量です。ちょっとこう裏を見て、こういう油もし気になるようでしたら、こんな感じで取ってもらっても OK です。あんまり取りすぎると旨味なくなっちゃいます。それからこういうところ見えづらい、なんか糸みたいなの出てますよね。これはこういうのだったら取っちゃいましょう。ここを見てあったら取ります。結構ついてる時もあるんで、飴に取ってもらうと食感も良くなります。これから鶏皮チャーシューを作っていきます。その上でちょっと大きめに切っていきます。縮まるんでこのぐらいでいいと思います。大きさは結構アバウトで大丈夫です。こんな感じで多少大小があっても大丈夫です。 400g ありますから、全部使うんじゃなくて半分ぐらい使って、半分はまた別の用途でも OK です。使い道はいろいろです。
400g ぐらいすぐ切れちゃうんで、これで全部切れました。中火ぐらいで OK です。もともとあんまり強火良くないです。だいぶこんな感じで油出てきました。ひっくり返すとこういう茶色の部分が出てきました。全部こんな感じになるといいんですけどね。時間がない人はもうどんどん先に攻めてもらっても結構です。これ油ばかりじゃなくて結構水なんで、水分と旨味が一緒に出てます。ちょっと跳ねるんが嫌だなって方はこんな感じで、それから塩、それから胡椒、胡椒は結構きつめで大丈夫です。どうしても油が取りたい、そんな方はこれやってキッチンペーパーで油を取ってもらうといいですよね。結構色がついてきましたらお砂糖大さじ1杯ぐらい、お砂糖入れるとちょっと焦げやすくなるんで、それから紹興酒、ない方は日本酒でもいいです。それと同時に鷹の爪、それとニンニクとネギ、時間がない方はこの辺でもう次のに行っても OK ですし、もしお時間あればゆっくり煮詰めてもらえば。結構いい色になってきました。結構油も出てきましたよね。もし油気になる方はこれ取っちゃってください。とっても OK です。全部取っちゃうのなんかもったいないような感じですけどね。せっかく美味しい油が出てきてる、うまいですよね。これは結構中華鍋で深いんで周りに油飛びませんけど、浅いフライパンでやると意外と油飛びますから、こういうのは結構使ってもらった方がいいかもしれないですね。もちろんなんか蓋みたいなもんでも OK です。できれば中が見える蓋いいですよね。この油を全部捨てちゃうと旨味は少なくなりますけど味はつきやすくなります。そしたら焼肉のタレで味付けちゃいます。いろいろ味付けるのもあるんですけども、塩入れたりみりんを入れたりするんじゃなくて焼肉のタレで味付けちゃいます。結構濃いめにつけます。
ちょっと入れすぎちゃったなぐらい入れた方がいいです。ラーメン味濃いんで、ちょっとつけ気味の方が美味しいです。焦げない程度に煮詰めます。こんな感じ、色になってきましたらもう出来上がりです。これで別容器に取っておきます。今日はこのラーメンで作っていきます。最近お気に入りです。ではラーメン持ってきます。2分ぐらい茹でてあります。麺を入れて、いつば入れます。真ん中、鶏皮チャーシューをのせていきます。お好みの焼肉のタレで OK です。こんな感じ盛りましたら、真ん中に味付け卵、出来上がりました。いつも美味しさお手伝いします。エニミヤマです。